ラマダーアン革命は、1963年2月に、バーストーイラク地域指導部とアブドッサラーム・アーリーフらが、アブドル・カリーム・カーシム政権を打倒したクーデターである。クーデター後、バーストーのアフマド・ハサン・アル・バクルが首相となり、アブドッサラーム・アーリーフが大統領となった。1958年、イラクの自由商工団は、イラク共産党等と共に、7月14日、革命によって、 ハラシム王政打倒を成功させた。しかし、革命に参加した勢力内部での対立が起き始めた。自由商校団、アブドッサラーム・アリフとバーストを中心とした反アラブ主義勢力はアラブ連合共和国との即時統合を主張した。一方で、イラク共産党は勢力の均衡を考え、アラブ連合共和国との経済、文化面での協力を伴う統合には、 反対していた。7月14日、革命によって首相となった自由商工団のアブドルカリーム・カーシムは他の自由商工団メンバーとイラク共産党はカーシム政権に接近し協力関係を求めた。カーシムも農地改革など共産党の提唱する政策を実行した。イラク共産党と政権支持者は大いなる要求のため、 イラク共産党とアブドルカリームカーシムの長期統治をというスローガンを掲げて更新するようになった。一方でカーシムは共産党の勢力拡大による政権転覆を恐れ武装解除などを命じていた。カーシム政権への共産党民兵による暴力も人々の反発を招いていた。一方、 アブドッサラーム・アーリフは反来計画を立てた疑いで1959年2月に死刑を宣告された後、1961年11月に御社で釈放され、自宅軟禁状態に置かれていた。その間、シリアにおけるクーデターでアラブ連合共和国が解消されたが、カーシム政権はその指導者を支援していた。アーリフら、反アラブ主義者との対立は、 決定的であった。カーシムの排除は1963年2月8日に実行され、ラマダンの14日目だったので、ラマダン14日クーデターとも呼ばれる。1962年以来、幾度もクーデター計画が練られたが、発見を恐れて決行されてこなかった。このクーデターも当初1月18日に計画されて、いたが25日に延期になった。しかし、 この情報が漏れて、数名が逮捕されたため、結局2月8日になった。2月8日、早朝、共産党員のジャラルアルイコールアワカキー、空軍司令官の暗殺と、戦車部隊のアブグレーブラジオ局の選挙によって、クーデターが開始された。その後2日間にわたって、バース党派とカーシム派の間で、激しい戦闘が展開された。カーシムは国防省に逃げ込んだが、 そこで戦闘はさらに激化した。共産党派もバグダードの街に出てクーデターに抵抗しさらに多くの犠牲者を出した。2月9日、カーシムは自らの安全な国外脱出の許可を条件に降伏を申し出た。しかし、その要求は拒否された。同日午後、カーシムは新たに設置された革命指導国民評議会の命令によって ラジオを通じた形だけの裁判にかけられ処刑された。カーシムが処刑された直後に遺体はテレビで放映された。クーデターの始まった8日から10日にかけての戦闘と、その後の共産党員なりによって、少なくとも5000名のイラク人が犠牲となった。クーデター後、大統領になったアブドスサラーム・アーリフと首相に就任したアフマド・ハサン・アルバクルヒキール・バーストーとの間で、 権力闘争が起きた。結局、バース島の党内抗争の後、1963年11月、イラククーデターで、パクル首相らバース島院は、政権から追放された。マンサー、アーメド・アンド・エリーフ・アブット・アル・ロサック、2002、インタビュー、ウィッテナッシング・ザ・エイジ、アルジャジー・ラ・パチャチ、ディ・アドナン、レコーデッド・プログラム、エール、シャーキア・サテライト・チャンネル、マール、フィービー、 ザモダンヒストリーオブイラク P184 から185ありがとうございます。